アフガンは2005年のロシア映画である。アフガニスタン紛争中の1988年1月7日から8日にかけて行われた3234高地をめぐる戦いをもとにした戦争ドラマ。イスラム武装勢力ムジャヒリンと対峙したソ連軍第345親英独立空挺連隊第9中隊の兵士たちを実話に基づき描いた作品。 ロシア国防省が撮影に全面協力している。1979年にソ連の軍事介入による侵攻により始まったアフガニスタン紛争から9年後の1988年、リュタイフラの若い志願兵はクラスノヤルスクを離れ、ウズベキスタンのフェルガナ盆地にある訓練キャンプで過酷な訓練を受けた後、当時のアフガニスタンの部隊や、 補給の重要拠点であるバグラム空軍基地に送られ、そこで第9中隊所属の新兵として配属される。第9中隊の任務は輸送部隊を安全に通過させるための巡回であった。前哨基地の穴場基地で食料などを引き渡し、さらに前進して最後の巡回地区に到着後、輸送部隊の通過を見守っていた際に、 イスラム武装勢力ムジャーヒーンの攻撃を受けてしまい、輸送部隊と第9中隊に多くの死傷者で出てしまう。その後、第9中隊は最前線に位置する3234高地の守備を命じられるが、イスラム武装勢力はこの高地を奪還すべく、兵力を集中して総攻撃を開始した。第9中隊は、 絶望的な状況の中で決死の戦いを続けるが、敵の圧倒的な兵力を前に次々と兵士たちが倒れていき、生き残った最後の7人で最後の抵抗を試みようとしたとき、2機のみ -24、P 攻撃ヘリコプターが現れ、高地を攻撃したイスラム武装勢力を殲滅するが、 この時、生き残った最後の7人うち6人が選手して1人が生き残り、その後に到着した増援部隊の部隊長に、耐久中隊の任務達成を報告する。ありがとうございます。